こんばんは。2018年3月3日。3月3日ってなんかいいね。朝の4時27分です。寝てないです。おはよう。寝てないのにおはよう。こんばんは。なんか最近言葉出てこないね。お、上塾ちゃん、夜更かしだね。風船ありがとう。上塾ちゃんも古いね。いろんな人を見てるもんね。ネット好きなの？子さん組かな？どの枠にもね、いるよね。たまたま俺が見る枠と上塾さんが見る枠が一緒なんかもしんないけど、ふわっち初期からいるもんね。仮眠したんだ。俺は寝れなくてさ、ずーっとトマベチヒデトの YouTube 見てたよ。あのおっさん面白いな。トマベチヒデトのなんか自宅でずっと語ってる動画が新しく出てて、一回ドハマりしたんだけど、トマベチヒデトは。あら、面白いよね。世の中であんな面白い人いるんだってドハマりしたけど、なんか本とかもね、10冊20冊ぐらい読んだんだけど、まあまあ脱トマベチしねえとなと思って。麻薬的な魅力がある人っているんだよ、世の中に。人間としてこうすごい魅力があって、であんまり依存すると影響がすごいのね、やっぱり。だからこのままだと俺この人に依存するわと思って、ちゃんと自分持たないとダメだと思って一回離れて、もう今完璧トマベチまあ見なくなったんだけど、久々面白くて、まあ相変わらずすげえとんでもねえ金持ちだなと思ったけど、あ、1年ぐらいか。でも上塾ちゃん、まあ俺も1年ぐらいだからな、1年半ぐらいかな今。でもね、結構昔からいるイメージがあるね、上塾ちゃんは。アイコラインブロックしてんの知るに決まってんじゃん、あいつ大嫌いだよ俺。アイコってやつ電話かけてきてた？俺ラインブロックしてるよ、大嫌いな俺。寝落ちに来たの。陽子ちゃんいらっしゃい。マサヤさんいらっしゃい。寝落ちしに来た。寝配信には定評があるよ俺の放送は。なんか知んないけど睡眠導入剤的な効果があるらしいよ、よく眠れるって。あのね、声がいい声がいいって言われることが多いんだけど、実はね、あの俺自分の声ってあんまり良くないと思ってて、多分ね、音の機材がね、人よりもいいんだと思う。ヤマハのね、オーディオインターフェースを入れてから、声がいいって言われるようになったね。マイクもこだわろうかな。もう機材は切りねえかんな、本当に。切れないかんね。はい、わざつ。いや、LINE したじゃなくて、俺、愛子さん嫌いだから。あんまり関わりたくない、俺。あなたと。LINE したじゃなくて、俺、あなたと関わりたくない。ごめんね。喋り方がこっち。ありがとう。イカ娘さん、風船プレゼントありがとう。ミッコさん、風船プレゼントありがとう。プライベートで関わりたくないから、コメント欄でやって。俺もう、あなたとあんまり関わりたくない、愛子さん。配信上だったらいいよ。配信はブロックする気ないから。みんなこんばんは。
方もね、なんか発音できない単語がいくつかあるからな。あんまり自分の喋り方好きじゃないな。はい、リュウホです。ませいらっしゃい、ワドツ。なんだろう、ピコンピコン、今日 LINE が鳴らな、なんだろうな。ねえ、久しぶりだね。3日4日ぶりぐらい。3日4日ぶりぐらい。図面見てたら後ろの方のディスプレイ、そう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 、パーテーション代わりのんちゃんが映るから、これ全部、結構これ本棚なんだよ。天井まで本だね、天井まで本、漫画ばっかりだけどね、この棚は漫画ばっかり。いや、電話どうぞ。なんかイライラする予感がするんだけど、ごめんね、あの怒鳴っちゃうかもしれないわ。愛子から電話かかってくるから。ほら、あの人いい人だと思ってたけど、もうプライベートで嫌なことあったから大っ嫌いになったんだよね。マサヤって人、またお前か。うんまたお前か、またお前か、増えてきたね。なんかキャラクター濃いのがなんか増えてきたね。なんなんだろうね。いや、わかんねえけど、俺愛子大っ嫌いなんだよ。なんで愛子嫌いかってさ、連絡くださいってメール来て連絡返して、忙しいのに自分勝手に電話かけてくるんだけど、でこっちからメール返しても返信すらしなくて、で3日後に電話来たと思ったら、わけのわかんないこと電話来た。ちょっと待ってね。まあ話聞いてたらわかる。もしもし。もしもし。もしもし。はい、こんばんは。こんばんは。あ、ていうか、あ、すいません、こんな時間に。あ、全然いいです。あ、いいですよ。配信中だったら大丈夫なんで、はい。あ、そうですよね、はい。はい。あの、ちょっと聞きたいんですけど、はい。あの、私、仕事してたんで、配信、あ、ちょっと待ってください。はい、ちょっとあの読み上げがちょっとこううるさいんで、うん、消した消した、だから、だから読み上げ消したって、あ、すいません。はい、いえいえ、あのたま、あの
あの仕事してたんで配信見れなかったんですけど、はい、あのドレさんと昨日一緒だったんですか？はい。あ、じゃあそれは本当なんですね。いや、昨日ドレさんと一緒にいましたよ。でもあの配信見れないんで、プライベートで一緒にいたんですよ僕ら。あ、配信内でってことです。はい。あ、それで配信外でドレさんと会ったってことを配信で言ったってことですか？配信で言う、特にまあまあまあ言いましたけど、なんか問題あるんですか？いやいや、あの私ドレさん心配してるんですよ。はい。やっぱり一時好きだったんでね。あ、好き、あ、そうですよね。ドレさんのこと、そうですよね。そうそうそう、はいはい。あのリスナーの頃、はいはい、知ってますよ。配信始める前、はい、あのあれですよね、ちょうど捨て頃の前ぐらいですよね。そうそうそう、はい、分かってます分かってます。それで、あの和道さん嘘つきましたよね。あの大声で叫んでるのは愛子愛してるってね言ったんですよって。はい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 。あれって結局私もうバカだから、って大泣きむしゃったのも YouTube にありますよね。はいはいはい。ですよね。うん、まあ、まあそれはそれでまあまあいいんですけど、はあ、まあいずれはちょっと削除してもらいたいんですけどね。うん、はいはい。削除依頼する暇がないんでちょっといいんですけど、はいはい、でやっぱりドレさんはワドさんのことも信用してるし、あ、まあドレさんとはプライベートでも電話何時間もしますね、毎日やってますよね、はい、配信も実は今日実は配信外で和道と会ってきたんだよっていうのも配信で何回か聞いたことあるんですよ。何回も会ってますね。プライベートでお付き合いしてますね。そうですよね、はい、でなんかもう私鳩に騙されっぱなしだから、はい、もう信用しなかったんですよ、どれが死にそうだっていうのが。はい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 。で、はぁって言って、はい、どれさん、ね、まあ長く、正直長くないですよ。あ、マジですか？マジです。やっぱりそうですか。それ病院でもう告知されたんですか？あ、っていうよりも本人も自覚ありますね。病院もうずっと通ってますし、俺は長くないっていうことはもう僕は散々聞いてますよ。もう末期ってことですか？いや、末期というよりもあの格闘家で、まあ、54歳でじゃないですか。54歳ですよね、はい、でまあ、肉体とかも見ていただいたら分かるんですけど、ものすごい鍛え方をしてるんですよ。そうですよね、はい、なんかジムに3つ行ってるとか言って、あ、で今4つ行ってるんです、もう今年最後だって言って。はい、お金ないのだから、まあ、私のほら、はい、あの自分だったら、はい、ね、もうお金ないんだから一つのジムで十分じゃないですか普通は。まあまあそうですね、はい。でも自分を痛めつけてるなっていうのもあったんですよ。あ、まあまあそうですね、もう格闘家として今年最後だからって言って追い込んでますね。あ、そうなんですか。もう死んでも悔いはないってことですか？もうそう、本人は明日死んでもいいって、まあ一昨日会った時は明日死んでも俺はいいって言ってましたね。あ、本当ですか？はい、本当です。それは本当ですね、うん、嘘ではないですね。あ、はい、それで、はい、私のことも配信向いてるっていつも言ってくれてたんですよ。あ、そうですね、僕もそう思いますよ。僕も愛子さん配信は向いてると思いますよ。ありがとうございます、はい、それで私が一時スランプで、はい、最初のスランプの時にアイテム上がんないって悩んでた時があって、はい、でその時にドレさんの枠に行ったんですよ。あ、そう、まあ、売名じゃないけど、はい、売名じゃないけど、あのおはようございますって、はい、そしたら、あ、アイコ久しぶりって言って、はい、アイコ最近配信してないけどどうしたって来たから、はい、あの人聞き上手じゃないですか、話し方とか。あ、そうですね、そうですね、うんうん、でだから、あ、ドレさん最近私アイテム上がらなくて悩んでるんです、配信やめようかって言ったんですよ。はい、そしたら、やめることないじゃん、はい、アイコの配信すげえ面白いよって言って、 お前向いてると俺は思う。あ、まあ、プライベートでも愛子さんの話よくしますよ。
本当ですか？まあまあ頻繁にってわけじゃないですけど、まあちょいちょい話うん。題に出ますよ、やっぱり。っていうことは、はい。ちょっとはどうなんですね。恋愛とかのについてとかそういうこと言ってます？もちろん、もちろん。もちろんってどこですいか？や、愛子さん、僕、その前に一個、個人的な話いいですか？ええ、はい、どうぞ。僕、愛子さんに対して、なんでプライベートでこの前怒ったかって、僕、別に嘘ついてないのに、なんで、急に酔っ払って、なんか、あれ嘘だろうとか、詐欺師っていきなり言われて、そう、別に、プライベートで愛子さんの話題出るし、僕あの人すごいシャイな人なんですよ。うん。で、愛子さんのこと気になってると思いますよ。ですよね。だから私が好きな時って多分はい。嬉しいけど恥ずかしい、もうバカにされてる、はい。あの周りがね。だからアンチな、なんていうかな、まあ、とにかく捨て頃で、見かけたら声かけてくださいって前言われたんですよ、リスナーの時に。ですよね。そう、それで私ドレさんの配信を、ね、見て自分が癒される。はい。なんで、うん。相談も言ってましたよ、ほら、ぶっちゃけの話、性の悩み。性の悩したじゃみ。ない。あ、いや、性の悩みは僕知らなかったです。どんな悩みなんですか？それ言うと、また私の枠でタヌキ書かれちゃうんで、あ、まあいいじゃないですか、配信者なんで。いや、それは、まあ、言えません。配信上は。電話で配信外でああ、話すプのラは。イベートで話してたってことなんですか？その性の話っていうのは、どれさんに？どういういこや、と？真剣に悩んでる性の悩みなんですよ。それをどれさんに話してたんですか？プライベートで。そうなんですよ。配ほ信うほうほうほう、で。なるほど、なるほど。配信で。配ほう。信で。もう、バカにされてもいいやってじゃなくて、本当に自分はリスナーで、あの時は配信やってなかったんで、で、そしたら、それを、ドレスさんはバカにしないで、ああ、そういう人も、ね、いるよ、女性で、って言って、それで、この人、精神科のそういうメンタルの配信者ってメンヘラ多いじゃないですか、男女。まあまあ多いですね。はい、多いです。それで和藤さんと私と3人でキャスバーでコラボをやったじゃないですか、前、夏に。いつ頃覚えだ。てああ、覚えてます、覚えてます、覚えてます。覚えてます。ますか？ あの時に私、ね、ドレさんね、歌舞伎町とかにもうメンヘラジジイ、ホスト、キャバ嬢、ソープランド、ね、そういう人たちもやっぱ性の悩みっていっぱいあると思うんですよ、まあまあ病あり気まとす。か、ありますね。エイズとか、エイズとだか。から、私ね、で、ドレスは六本木じゃないですか、住んでんの。六本木ですね。ですね。で、だから六本木でもキャバ嬢とかいっぱいそういうクラブとか、ね、あるから、ね、家の近くで、ね、ワンルーム借りて、そういう悩み相談のお仕事をしたら絶対儲かりますよって言ったら、和田さんも、あ、それ自分も思ってました。そう思いますね。ドレさん向いてると思います。で、そういう話しましたよね、盛り上がって。まあまあ詳しくは覚えてないですけど、僕もお酒入ってたんで、まあまあそんな話しましたね。で、あの時すっごい楽しかったんですよ、なるほど。すごく私た、的あ、に。なるほど。その時すごく楽しかったと。ああ、まあ僕もで、楽しかったですね。あのあと、あると絡んで、お寿司を頭に、ね、ここにこうちょこんってやられて、食べ物粗末にするなって言って、そのお寿司を光の顔にパンってやったんですけど、で、そしたら、やっぱり閲覧が欲しいから、相手は。私絡む時は絶対に閲覧が欲しいから、わざと私を怒らせるじゃないですか。それでまた投げようとしたんですよ、頭きて。で、そのお寿司の小皿の醤油をね、今度お前お寿司を
粗末にして私の方に投げたら、はい、この醤油ぶっかけるからなって言ったんですよ。はい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 、はい、そしたらやっぱあいつ面白がって投げようとしたんですよ、はい、あのお寿司を、はい、だからこっちも醤油をかける準備したんですよ。はいはいはい、それで隣に青山がいたから、はい、青山に醤油かかるから、ね、どいてって言ったの。はい、そしたら青山が、はい、いやどきたいんだけど光のバカ力で、はい、バカ力でダメなんだよって言ってるんですよ。ほう、で青山っていつもあの洋服にすごいお金かけてるじゃないですか、ジャケット10万の。あ、うん、最近ザ回復着てますね。まあ最近はまあ私ブロックされてるんでね、その事件のあの事件以来、うん、はい、でその日に白いすごくいいあのジャケット、夏だから白っぽいね、はい、高うな、だから絶対に醤油かかっちゃうから、はい、ね、はい、ちょっと青山どいてっつって、醤油かかっちゃうかもしれないからっつった、はい、ったら光がもうね笑いながら、はい、やっぱりすごい力あのあるし、はい、青山は逆に力がないじゃないですかね、細いし、はい、だからそんでがんじがらめにして、はい、もう光やめてくれや、あいこの醤油がかかっちゃうよっつって、はい、言ってんのに、はい、その片手で、はい、青山をがんじがらめにして、はい、そんでその片手でお寿司を私の洋服に投げてきたんですよ。はいはいはい、でその時に着てたねデニムの、はい、あのくっついてるサロペットなんですよね、今でも覚えてるんですけど、うん、はいはい、初めて着てお乳のやつだったんですよ。ああ、着たばっかりの、あその青いやつ、うん、あ、買ったばっかりですね、うん、うん、でちょっとやっぱりこう油がついちゃったんですよ、 お魚の。はい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 、はい、でもあったくして、はい、この野郎投げやがったなっつって、うん、はい、でそれで醤油かけたら、はい、やっぱり青山のジャケットにかかっちゃったんですよ。ああ、なるほどなるほど。そんで青山が怒って、はい、だから言っただろうっつって、はい、で、あいこどうしてくれんのこの醤油っつって怒り出したから、うんうん、いや、光に言ってよって言ったのね。はいはいはい、光の感じがらめするから、うん、そうね、うん、いや、それでももうね、ゆっくりいや俺のジャケットにかからないように投げるのが、ね、あれだろうみたいな感じですごい言うから、はい、いや、もうそんなことで言われてもかかっちゃってね、そんな怒るんだから、うん、ね、クリーニングでぐらい出すわよ、私言ったの、別に、うん、ね、うん、これ10万するんだとかなんか言ってね、うん、周りは言ってるのね、やっぱり、まあ、その時に青山の、はい、あの女性リスナーさんもさ、うん、いたわけね、2人ぐらい、うん、はい、ね、うん、はいはい、だから、うん、あのほら青山の誕生日の日よ、はいはい、誕生日の日2年、ね、あ、歌舞伎町、はいはいはい、そうそうそう、あの時なの、うん、はい、で、あの幹事会なんだよね、うん、ドレさんのことは今でも好きなんですか、ね、いや嫌いじゃないです、やっぱり、あ、まあ、じゃあ好き、恋愛的な好きではないんですか。でも爆走と、うん、つながってまあ、穴姉妹になるのは嫌だなと思って。ああ、まあそれはありますよね、女性ですからね、愛子さんは。愛子さん、ちなみに芸能人でいうと吉高由里子って言われません？最近言われます、またやっぱり話し方が。あ、ですよね。いやいや、お顔が吉高由里子だなって。え、今、お、いや、僕はふわっちの吉高由里子だと思ってますよ。それ言ってますよね、うん、なんかこの、まあ、あの僕は愛子さんより年下だけど、配信中の愛子さんは愛子ちゃんなんだよね、うん、ちょっと待ってくださいね、ちょっと暑くなったんで、うん、ちょっと冷房入れます、うん、ハイボール飲みません？私ね、うん、ハイボールダメなの。なんだっけ、ウイスキーと、はい、あ、ちょっと待ってくださいね、うん、はい、あ、あの、なんだっけ、ハイボールトリスのハイボール、トリスのハイボール飲みましょう。
おはよう、おはようございます。ちょっとみんな耐えてね。今通話中だから。コメントで状況説明してあげて、今来た人に。いや、分かったでしょ。俺が言ってた意味分かったでしょ、みんな。分かったでしょ。あ、すいませんでした。ああ、どうも、どうも。トリスのハイボール飲みましょうよ。ハイボールって何でしたっけ？ウイスキーと。ソーダですね。ソーダバリーですあ、ここね、ね。はい。飲み放題なんですよ、ジュースだけ。あ、ジュースだけなんですね。で、今日、配信するつもりじゃなくて、予算が、ちょっと足りないんですよ。ほうほうほう。ギリギリになっちゃうんですよ。今ね、5時までの、フリータイムなんですよ。ほんで、その5時までのフリータイムの料金は前金制なんで、もう払ったんですよ。だけど、それからまたフリータイムで入ったんですよ、5時から。さっき。ほんで、どうしますかっていう電話なんです。ああ、なるほど、なるほど。なんですけど、どうなさいますかって言って、それでそれを払っちゃうと、ちょっとカツカツで、あんまり気分的にハイボール飲みたくないんで、ああ、今なるほ進ど。行なるほど、なるほど。ジュースで、はい。今日。ドレさんのことはじゃあもう恋愛的には吹っ切れたというか、もう別に恋愛的に好きじゃなくて人として好きっていうことでいいですか？じゃいや、今誰とも私付き合ってないしね、プライベートも。あ、そうなんですか？恋人いなそういですなんか、です。ちょっ今。と彼氏と去年、いろいろ事情あって、お互い好きなんですけど、お別れをしちゃ、してしまったんですよ。リアル彼です。あ、そうだったんですか。まあ、ドレさんも今、もうね、結婚とか、まあ、ちょうどパートナーがいなくて、まあ、老後どうするかみたいなことを気にしてましたね。なんか、どういう相手がいいかなって言ってましたよ。だから、配信でよく言ってたんですけど、あ、ちょっとすいません。いや、これ何の電話？これ何の電話なんだよ。ああ、バーガーありがとう。アイテムありがとう。助かるよ。これどうすりゃいいの？じゃあ、ドレさんも、じゃあ、もともと愛子さんはドレさんのこと大好きで、恋愛的に好きで、で、ドレさんも愛子さんのことちょっと気になるみたいな感じだったんだよ。だから俺はつなげるよって言って、もともとほらドレス昔いたでしょ、小学生の時にさ、好きな女の子に意地悪する女の子いた、男の子いたでしょ、お前嫌いだよみたいな。ドレさんああいう感じだから。だしドレさんもね、もうね、そろそろ人生のさ、ね、終わり方考えてる時期だから、俺は愛子さんと一緒に人生添い遂げるのありだと思ってるけど。まあ個人的な思いとしては、ドレさんと愛子さんは、まあ結ばれたらいいなって。長嶋一茂と、まあ長嶋一茂と、まあ吉高由里子って釣り合ってると思うけどね。野獣先輩ごめん、連投やめてね。コメントど読めうも。ないから。あー、バカありがとう。バカありがとう。いや、お互いにとっていいと思うよ。だって、ドレさんももう老後短いし、愛子さんと添い遂げたら幸せだと思うよ。あ、ごめんなさい、愛子さん。コメント読んでました。まあいえ、でも死んじゃったら嫌じゃん。まあまあ、正直、寿命は短いですよ、ドレさんの方が。もう54なんで。愛子さんまだ若いじゃないですか。いや、私だって、ほら、まあ、結構病気持ちなんだよ。配信では言ってないけど、ぶっちゃけ。あ、そうなんですか？
いろいろ肩来てるし、ああ、まだこあまの間健康診断であ。再検査になったし、だからこれは配信では言ってないんだけど、まだかあまあ。ら今病院通ってるしね、いろんな病院、これ言っちゃうとまたタヌキにかかれちゃうからね、言わないんだけど。まあまあまあ、そうですね。まあ配信はしょうがないですよ。タヌキに書かれても、何書かれても。でも、正しいことだから。だから、嘘のことを書くのは、書かれるのはいいの。だから配信で話した内容も全部たぶん書かれるの。ああ、まあしょうがないですよ。僕も書かれてますから。あ、そうなの？いろいろ書かだっれてますよ。私は結婚したら配信をやめようと思ってるからね。だから消すこと大変じゃない。そうだでから YouTube で、ほら、昔、アップされると100件ぐらい残ってるのが今、もう本当にほら、1個削除するのにすごい大変じゃない。すね。だから、もう引退したときにないように、今、1個1個、もあ、う本いや、当にでかい。だからそれに理解のあるリスナーさんか配信者と結婚すればいいんですよ。そしたそうら、なんです。そう、受け入れてくれるから、同業者だったり。この私の配信を見て、ぶっちゃけ本当に今ね、結婚したいって人5人、いたんですよ、5人。どんな方ですか？ご職業は、5名の方は。もう絶対に年収が1000万以上。おお、1000万、5人ともですか？へえ、それすで、ちごい。ゃんと身元、保険証なり、保険証？免許証の、画像を撮って、DM、ツイッターの、DM？ DM ですよ、ツイッターの、そこに貼っていく、それと自己紹介、身長、体重、顔写真。会ったことはないんですか？その5名は。それで、そのうちの、2人には会いました。あ、なるほど。年収10003万人、で、まあ、3 D、人。3人あって。そうです。で、そんで、ほら、騙されてるかもしれないですか、向こうに。まあ、そうですね。だから、私と本当に結婚したいと思ったら、現金50万持ってきてくださいっていう条件だったんですじゃあ150よ。万、150、ほんで、現生、それで3人とも、50万持ってきました、現ナマで。それはくれってことじゃなくて、要は証拠として見せろってことですか？見るだけですか？いや、私にくださいって。150万ももらったんですか？はい、もらいました。すごいなぁ。会うだけで50万ってすごいですね。やっぱ愛子さんすごい。それだけ真剣だったら、ちゃんと持ってくるじゃないですか。まあまあ、そうですよね。でも、魅力があるからですよ、愛子さんに。あとよく配信でパコらせろとか、あと嫌よで来るんですよ。N ワードでね、真剣に大好きです。愛人になってください。じゃあ100万？じゃあ100万だったらいいよって冗談でよく言ってるんですよね、私。まあ、そしたら、そんな安くないですもんね。本当そしたは、らね、一人ね、一人いたんですよ。ほうほうほう、100万持ってきた人が。じゃあ100万本当に払うから僕の愛人になってください。これね、LINE でこの間晒したんですよ、そいつを。それで、LINE の ID を配信に載せたんです、その男が。だから、いや、冗談でしょと思ったんですよ。そしたら、その ID で LINE を検索した、キツネちゃんが、男のその名前だったよって来たんですよ。じゃあ、これは本当だと思って、だから、嘘じゃないですっていうことを証明したらしいんです、彼は。ごめんなさい。僕聞きたいのが、まあ、だんだん話、それ、どれさんはもう
ご興味がないって、もう恋愛対象じゃないって僕は頭の中に入れておけばいいんですか？いやいや、恋愛対象ですよ。あ、恋愛対象なんだ。いや、ほら、だって、もう今は。っていうか、死んいじや、ゃうって聞いたから、だから私がなんとかにしたいって思いました。いや、だから、ほら、僕、ドレさんとプライベートでよく会うから、やっぱり愛子さんの話題出た時とかに、なんて言ったらいいか分かんないじゃないですか。その、なんて言うんですか、配信者としての話をしたらいいのか、その女性として魅力がありますよねって話したらいいのか分かんなくて、まあ、今まではぶっちゃけだから女性として綺麗だし、まあ、お互いにとっても配信の理解もあるし、いいパートナーなんじゃないですかっていうことはドレさんに何度も話してたんですけど、ああ、そうですね。まあ愛子さんから急にこの前詐欺師って言われて消せとか言われたんで怒っちゃったんで、ごめんなさい。まあ僕あのは、時は、まあ配信者として愛子さんの話しかしてないんですよ今は。だからドレさんから話題振る、だからドレさんから話題振ってくるってことは気になってるんじゃないですか、やっぱり。そうらしいですよ、そうらしいです、いやい今。や、僕はそうだと思いますよ。やっぱり女性として、やっぱなんかこう、ドレさん若いね、女ばっかり追いかけてるイメージかもしれないけど、やっぱりその年齢的にやっぱりもう54歳でもう人生の締めに入ってると思うんですよ。まあ、私も折り返してきてますから、人生のね。だからやっぱり経験豊富な愛子さんと一緒に添い遂げるっていうのがいいんじゃないかなって僕は思ってるんですね。と僕はね、彼女、僕は年上の彼女を選びましたけど、愛子さんと同い年なんですけど、ねえ、のんちゃんね。そうです、そうです。やっぱり愛子さんとドレさんは僕はお似合いだなと思ってますよ。まあ、ありがとうございます。だから、もしね、私の条件っていうのは何度も言ってるんですけど、配信者同士結婚した方が、ね、いいんだけど、私と一緒になるんだったら、昼間もね、働きながら配信にしてほしいってことは言ってるんですよ。どれさんにですか？どれさんにとか、配信者と付き合う。どれさんはもう昼間は多分働けないですよ。トレーニングがあるんで。ちょっと難しいと思いますね。昔でも実業やってたの知ってます？どれさん。知らないです。どれさんってヒクソン・グレイシーとか英語ベラベラなんですびっよ。くりした。ごめんなさい。だからあれですよ、ヒクソン・グレイシーとかのブッキングとか全部ドレさんがやってたんですよ。テレビ局とタッグ組んでコンサルタントやってたんですよ。だすからごい。あと、まあ六本木にお店も持ってましたし、もともと、持ってましたしでしょ。そうです、今持ってない。まあだから実業家としての顔もあるんで、もしかしたらまあ気が変わって格闘技ね、ジムが減ったら昼間授業を起こすかもしれないですよ。だから私の条件としては、配信1本でやるんだったら付き合いたくないんですよ。まあ、そうですよね。だからドレさんが私と、だから結婚にはこだわってないんですよ。パートナーとしあ、て、お付き合いとして。もう私も名義変えるのめんどくさいんで、名義、名義をね。だから一緒にね、2、3年生活して、で、本当にこの人でもうね、将来、もうこの人で最後にしようって決めた時に、ね、籍を入れてもいいかなって思ってるんですよ。でも僕思うんですけど、ドレさんとはいい男だと思いますよ。ただ、まあ配信者でご飯を食べてる人なんで、ちょっと昼間働くかっていうのは僕はわからないですね。ドレさんと愛子さんが2人で話し合って、ね、やっぱり恋愛関係にある、ね、時に働いてほしいって愛子さんの口から言うことじゃないですかね。それは僕は、間に入れないですね。どういうデートとかが好きなんですか？どれさんとどこ歩くんですか？だから、そう、ヒカルのリスナーの時に DM でね、こんにちは、はじめまして。ドレさんの、ほら、ドレさん、前、いろんな枠に映え飯に行ったでしょ。ヒカルとか、金ちゃんとか、ナーゴとか。あと、よっさんとか、最近では。そうですね、いっぱい。で、その時に、ドレさんの、
あのそのツイッター知らもう分からなかったんですよ、うん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 、やり方が、うん、でああトレさんだと思って、はい、速攻トレさんのところに、はい、だからなんかリップ金、うん、リップ金だったからね光のところに、はい、だからドレスさん大ファンですって書いたんですよ光の枠に、はいはいはい、そしたらドレさんはそれを見て、はい、あ、 ありがとうございますって書いてあったんですよ。ほうほうほう。で、あ、もうこれでツイッター、うん、あのフォローできるじゃないですか。で、フォローしたんですよ。うん、で、うんふんふん、フォローしたら、もうものの5分ぐらいで、はい、あのフォローバーくれたんですよ。好きってことじゃないですか。まあ、好きっていうかどうかわかんないんですけど、はい、フォローしてくれ、フォローしてくれたからフォローバーしてくれたと思うんですよ。うん、まあそうですね。だから私も 100% フォローバーしてるんですよ。フワッチも、はい、ツイッターも、はい、あの今リクエスト来ると、はい、はい、はいはいはい、うん、やっぱり配信者の方からフォローバー来るとやっぱりもう嬉しいじゃないですか。配信あのリスナーとして、まあまあ、まあ、そうですよね。でしかも5分後ぐらいに来たからもう興奮しちゃって、はい、まあ嬉しいと思って、その早速ドレさんに DM でね、はい、なんだよこれさね、もうね酔っ払ってね変なね、ね女のねクソガキがね黙ってね今ねあドアをね開けてきたんだけど、またなんかねうろちょろしてんですよ、ごめんなさいね。うん、でまあいいんですけど、でその時にドレさんに、はい、ね、はい、あのフォロバーね、はい、あのねすぐねあのいただいてありがとうございます大ファンです、うんね、書いたんですよ、うん、これに晒してもいいですよ、うん、まあまあ晒さないけどね DM したら、うん、あありがとうございます、これからも応援よろしくお願いします、うん、って書いてあったんですよ。はい、愛子さんあれじゃないですか、ドレさん今1週間休んでるの知ってますよ配信。あ、私この間休んでくださいって言ったんですよ。そうそう、体調不良で1週間休んで喋んないでくださいこれ以上。そう、お見舞いとか看病とか行かないんですか、ドレさんの家に。いや行く、だからあの今日休みだから、はい、ね、行っていいですかって言ったら、いや愛子来なくても大丈夫って言って、はい、でも、うん、その声ももう辛そうじゃないですか。はい、で、あのいやここ最近ずっと動画だったからおかしいなと思った、あ、うん、動画じゃなくてラジオだったから、うんうん、いやおかしいなと思ったんですよ、うんうんうん、であのラジオの時はドレさん、まあまあなんか配信者のネタバラシでよくないんですけど、あの、うん、ベッドで寝転んでるんですよ体調が悪いから、その姿を見せないために iPhone で寝転んでるからラジオなんですよ、うん、そうです、うん、だから私もバカじゃないから、はい、うん、なんかあったのかなと思ったんですよ、うん、いやだからまあラジオにして、うんうん、ラジオにして配信者、はい、リスナーとつまちってずっとやってたじゃないですか。あ、そうですね、はい、それで私上がれなかったんですよ、はい、でもまたディスられるから、いや上がった方が良かったっすよ、うん、僕は見たかったですよ。でそれでそれで声聞いたら、うん、どうしたんですかって書いたんですよね、うん、はい、そしたらドレさんがこんな声になっちまってよ愛子って来て、うん、もう泣きそうになっちゃったんです、優しいドレさんだったから。あ、だからもう喋んない方がいいですよって、はい、もう配信ねやめた方がいいですって言ったんですよ、はい、でもあれですよ愛子さん、ぶっちゃけた話ドレさんもう長くないですよ。うん、じゃあ、 あの和藤さん今日ご都合どうですか、今日予定ありますか。今日はちょっと、はい、難しいです。あ、はい、そうですか、はい、じゃあ私ドレさんのところにね、うん、その時にね行くつもりだったんですよ、うん、いや行きましょう、うんうん、なんかね一人だとすごく不安で、いや一人で行った方がいいですよ、だって男と女ですから何があるかわからないんで、僕いない方がいいですよ、絶対嬉しいはずですよ愛子さん来たら。愛子来なくていいからって言うんですよ。いやそりゃほら配信で言ったら、うんうん、配信で言ったらそういうに決まってるじゃないですか。まあ
それででも、うん、みんなね、周りのね、リスナーは早くね、はい、うん、あのどれのところにね、行けやって、いや、行った方がいいですよ、うん、私のリスナーはみんな言ってくれたんですよ。いや、行った方がいいと思いますよ。うん、で、うん、本当に行くはずだったんですよ。いや、行った方がいいですよ、今日、うん、っていうか今ですよね、うん、まあ一回着替えてお風呂入って、まあまあそうですね、何があるか分かんないですから、うん、うん、まあちょっとパコるかどうかはそれは別として、まあまあまあ、はい、まあまあ万が一ね、やっぱり男と女なんで、うん、はい、うん、ドレスは、まあ、長くないって聞いちゃ、長くないって聞いたら、うん、うん、いやもうで、はい、うん、はい、明日死んでもいいっていう風に、はい、まあ本当にもう嫁ね、わずかの中で頑張ってるんで、うん、で、うん、あのつばくそは、はいはい、つばくそは、はい、あのお互いブロックしてるんでね、はい、あの見れないんで配信、あ、実はツマニャンのこともう引きずってないですよ。ドレさんはもうツマニャンに恋愛感情全くないんで今は。そりゃそうですよ、だって、はい、ディスりすぎじゃないですか。で俺いろんな男と、はい、そうそうそう、もうパルもね利用したしね、はい、そんで今度は、はい、あの You のんびりとか、はい、あの SY 氏とかとパコってるじゃないですか、うんうん、だからもう、うん、そうそうそう、だからまあ逆に言ったら今本当に彼女もいないしし、チャンスはチャンスですよね。お互い意識し合ってるわけなんで、うん、はい、僕はでも早く、うん、早く結ばれるべきだったと思いますよ。お互いその有名になる前に、もう有名になりすぎて、うん、要はリスナーに書かれたりとか、うん、お互いの立場的にもう無理になっちゃったんですよ、うんうん、だからもう最後のチャンスだと思いますよ。タイミングがねずれちゃったんですよ。そう、お互い勇気出して、いや本気で好きだってどちらかが言えばよかったのに、お互い不器用じゃないですか。愛子さんも不器用で、ドレさんもね、テレ屋だから、そのなんか好きな女の子にちょね、なんかお前好きじゃねえよっていうタイプなんで、あの人は。うん、そうですよね、今考えれば、うんうん、いや今でもまだあると思いますよ、僕は。え、ワンチャンあります？いや、あると思いますよ。うん、うん、ワンチャンっていうか、僕は早く結ばれてほしいってずっと思ってます。あ、そうですか。はい、いや僕はドレさんと愛子さんいいと思いますよ。私も、はい、この人だったら配信続けても、ね、うん、うん、うまくいくと思いますよ。まあ私が働きながら配信すればいいことだしと思ったんですよ、うん、ドレさんはドレさん、だって、はい、だってもうドレさんもう花火すごかったじゃないですか。うん、あ、でもドレさんあれですよ、ほらお父さんの遺産が7億入ってきたはずなんで。え、でもそれ言われてるんですよ。あ、じゃあ7億じゃない、7億のなんか豪邸を持ってるんでしたっけ。なんかとにかく、うん、どれと付き合ったらね、あの親父の遺産はすごいぞってみんな書いてたんですよ、はい、7億8億だか7億だかみたいな。まあ7億も8億も私の中では分かんない、うん、まあでも現金じゃないですよ。まあ、不動産なんで、まあそっから税金とかね、まあ、はいはい、まあまあそれをね売却したらいくら残るかとかは僕は分かんないですけど、まあ7、8億ぐらいの資産じゃないですか。それ聞いたら ドレさんは兄弟も母親も、うん、ね、あの、うん、いないらしいですね。そうです、そうです。そしたらいいですよね、うん、兄弟のその取り合いの、うん、そういうのも、そういう争いもないし、うん、でも分かんないですよ、本当に7億かどうかは噂なんで、うん、うん、まあでもね、遺産はね、弁護士さんとも会ってるみたいなんで。あ、そうなんですか。はい、なんかその相続の手続きでバタバタしてて忙しいみたいですよ。あ、うん、まあ噂では7億8億はくだらないって。本当なんだっていうか、もう、うん、もうハトの言うことはもう私信じてなかったんで、うん、どうせまた私とドレさんをくっつけようとして言ってんだなと思ったから、はい、今本当だと思って、
え、でもその噂はあれ来てますよね、愛子さんの方にも。だから、遺ね、産、遺産は本当ですよ。親父の、ね、遺産があるんだから、ね、どれと結婚しろって言われました。だってドレさんってあれですよ、もともと超ボンボンですよ、高学歴で。あの人だってすごい高学歴なの知ってます？知らないです。え、あ、でも、高学歴もうだし、分かった。アメリカの大学も行ってるんですよ。で、あれですよ、留学で英語ベラベラですよ、あの人。超高学歴ですよ。あ、そう。めちゃめちゃだから、いや、だって学生で大学出た後にさらにアメリカ大学で大学行かせてくれる親ってことは、まあ相当な資産家ですよ。じゃあ、なんで配信者になったんでしょういや、だね。からまあ、ほら、両親が裕福だから、あれなんじゃないですか、自由にやらせてもらってたんじゃないですか、今まで。そっか。やっぱお金持ちの子供ってそうじゃないですか。そうですね。私もそうです。自由に。そうですよね、愛子さんも。だから、そう。だから、ご飯とかも作ったことがないんです。なかったんですよ。あ、そうだったんですか。あ、もまあ、稼ぐ子がいるとか、そうじゃないんですけどね。うちの母が全部、ね、3人兄弟ね、甘やかしたから、性格がこんなわがままになってしまったっていう愛子のさんと、上品ですもんね。あ、そうですか。ありなんがとうかございま服す。装とかも、なんかファッションが、なんかちょっとセレブとは言わないですけど、小綺麗で、なんかこうお上品な感じが、ああ育ちがいいんだなっていつも思ってましたよ。だから住んでる場所も結構地主が多いところなんですそうでよ。すよね。だからよくお嬢様っていうことで、あだ名がお嬢って言われてました、若い時。お嬢って言われて、あ、何？みたいな、あ、おはようとか言って。会社で。あ、じゃあ、会社ではもう高嶺の花だったんでしょうね、多分。結構まあ、く性ど。格もすごく優しくてね、モテモテでしたよ。ですよね。口説かれ僕たりのしな性かっ格た。は、まあ、年取ると、やっぱ頑固になるし、きつくなるし。口説かれ、どんな口説きとか今までされてきたんですか？どう口説かれてきたんですか？もう彼氏いないときなかったですもん、もう途切れない。今だから言いますけど、20代の頃は。ああ、まあそうでしょうね。お綺麗ですもんね。いやいや、だからお前は、愛妻系じゃなくて愛人系だなっつって。どういうことですか？愛妻系じゃなくて愛人系って言われたんですか？だから、他に守りたい子ができたからっていつも言われました。で、お前は、ね、モテるから、俺じゃなくてもすぐ彼氏ができる。いや、そんなことないよって言われつつ、モーションかけられた人と、もう翌日から付き合ってたし。おお、すごいっすね。モテるんですね。そういうのがずっと続いてて、だけど浮気はないんですよ。二股とか。人も。順だ調。から結構付き合う前は、あの人もいい、子供もいいとか言って、すごい気が多いんですけど、一回付き合ってしまうと、もう絶対に、こうすぎちゃって、重いってもう言われるんですよね。でも、浮気されたのは1回だけです。一回あるんですか、浮気されたこと。つらいですね。お互いの、パチンコ屋で、私、社員で働いてたんですよね、20代の頃。だからパチンコ番組、すっごいテレビに出てたんですよね、全国放送。パチンコのテレビに出てたんですか、愛子さん。テレそれビ、で、イメージガールみたいな。いや、社員で要裏は、台でが決まっも、た時に行ったりといや、か、違います、愛子さん。要は、会社で一番綺麗な子って意味じゃないですか。要は、テレビに出すときって、綺麗な人を出すから、お要前出ろは、よっそうてですね、よ出ろね。よ会社に言われたっで、てことは、パチンコの店店長長のに中で、言店で一番可愛いっていう意味ですよ。それで、ナビゲーターっていう番組あるじゃないですか、今30分番組。それで、その特集で、若い女性がバリバリ働く特集ということで、
そこのパチンコやって銀座のね20年前に、はい、銀座のあの馬券場の松坂屋かな松屋かなの裏にあったんですよ、でっかいパチンコ屋が、はい、そこの社員だったんですよ。15人しか社員がいないんですよ、男女、はい、そんでバイトが100人、はい、バイトが早番、中番、遅番。100人の中で一番美人だったんですか。いや社員をその、うん、だから、うん、パチンコのホールの撮影を一人。いやでもね、アルバイトの中で可愛い子がいたらアルバイトの子をテレビ用に使うはずなんですよ。でも100人いる中で多分愛子さんが一番美人だったんですよ。だからたまたま社員だったからっていうのもあるかもしれないですけど、だからテレビ、あと仕事もバリバリやってたしね、うんうん、だからほらこうなんていうの、インカムで社員の方、ね、いますかって言うと、はい、社員の人が、ね、どうしましたって最初に言った人が、うん、ね、うん、あの南蛮内のとこでね、はいはい、お客様がね玉が出てこないって、ね、はい、怒ってるんでって言って、はい、じゃあはいってこうやってこう行くと、はい、すごい怒ってるんですよ、うん、真ん中に入ってんのに、はい、玉が出てこない、どういうことだって言うんですよ。はいはい、愛子さんに言うんですね、怒るんですね。そう、そう、そしたらその代は権利者なんですよ。おう、でも当時権利者、今って権利者ないんですよね、3回必ず出る。はい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 、だから真ん中のスタートチャッカーに入って、裏でぐるーっと回ってね、左のね、はい、あの穴から出てくるんですよ、うん、そうですね、左、それでそのそう、その左の穴に入らないと球が出てこないんですよ、うん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 、それを知らないね、うん、あの客がすごい怒鳴ってるんですよ。うん、それは、うん、なるほど、知らないのに怒ってるですね、お客様が。だから権利者って知らないんで、うん、あの真ん中のごめんなさい、はいはい、ちょっとね、充電がね、うん、あと和道さんの方が 7% で私の方が 4% なんですよ、うん、それでね、今ね今日配信するつもりがなかったからモバイルバッテリーと、うん、これは持ってるんですけど、うん、あのコンセントがないからバイト君にね2人に聞いたんですよ、うん、ここ のカラオケ私常連なんで、うん、で昔バイトしてたからね、うん、で言ったら、うん、ちょうど持ってないんですよっていう2人とも。いやでももうパチンコの話は最後まで聞きたいですね、その、うん、でもあんまり長くしちゃうと私も配信したいんで、まあそうですね、じゃあ終わりにしましょう。うん、はい、ありがとうございました。じゃあ、はい、あの今日行ってみます、配信会で。あ、わかりました、頑張ってください。はい、うん、あれそれで、はい、配信終わってからちゃんと、はい、あの配信で報告と、あのドレさんの状況、はい、説明したいと思います。はい、あ、僕もじゃあその配信見てみたいと思うんでよろしくお願いします。あ、はい、わかりました、はい、じゃあ通知オンにしておいてください。はい、頑張ってください。恋愛も。はい。失礼します。はい、ありがとうございました。はい。どうもすいません。はい。はい、どうも。なげー。結論わからねー。パチンコのくだり気になる。パチンコの着地点すげえ気になる。分かったでしょ、俺が配信外でかけてこないでくれって言ってた意味。分かったでしょ、みんなリスナーも含めてこんなのいっぱいいるんだよ。分かる、俺の配信外に電話かけてくんじゃねえって怒鳴る気持ち初めて分かったでしょ。わかる気持ち、みんなわかったでしょ。こんなのが腐るほどあるの。あの僕どこどこで働いてて何々で何年働いてて結婚して妻がいてって5分ずっと聞いて、ごめんなさいって今時間がなくてご用件何なんですかって、和道さん大好きです頑張ってくださいって、もう電話すんな。
もうね、ほんときついの。もう若い頃は耐えてたっていうか、配信始めたばっかりの頃、耐えてたの。全部対応してたんだけど、もうそのパターンの人って要件言わなくて、わざわざ頑張ってますみたいな。何それみたいな。いやいやいや、まあまあ、配信中だったらまあいいんだけど、プライベートとか寝てる時とかね、きついって。起きてる時ただでさ配信してんのにさ、プライベートぐらいさね、ゆっくりさせてよって。まあ、いや、まあ配信外でかけてくる人、俺は結構配信外でかけないでくださいって言ってるから、うちのリスナーさんあんまかけてこないけどね。配信中だったらかけてきていいよって。ああ、フォローありがとう。もしよかったらフォローしてください。よろしくお願いします。ああ、バーガープレゼントありがとう、パニーニさん。いや、配信中は切れないよ、全然。いや、だって俺はおどれさんと、ありがとうね、たくさんアイテムありがとうございます。ともちゃんいなくなっちゃったかな。ともちゃんと話したかったんだけどな、久々だったから。花火くれたね、ともさん、初ともさん。ありがとうございます。長谷ともさんとかともちゃんとかね、ともさんから花火いただくこと多いね。みんなありがとね、バーガーとかさ、パニーニさんもバーガーくれて、パフェもね、ジョージャクさんくれて。ごめんね、電話中だったから。いや、ポーラ化粧品、ほんと、やめて。いや、初友さん、ありがとね。通話中だったから、俺言えなかったけど、ありがとう、いつも。花火ありがとう。はい、やならキーワードつ。みんな、もしよかったらフォローしてってください。寝る前の枠だったのにね。俺も寝ようかな、寝る前に配信でもすっかっていう枠だったんだけど。まさか愛子さんと久々にこんな長電話すると思わなかったな。独特だよな、愛子さんも。おはよう、ももちゃん。お疲れ。お疲れ。いや、長かったね。いや、まあまあ、なんか話したかったんじゃん。ドレさんのこと好きだったんだよ、やっぱり。いや、ドレさんのこと前から好きだって言って、付き合っちゃえばいいのにさ。え、みんなも思わない？ドレさん絶対アコさんのこと好きだと思わない？絶対ね、意識してるよね、アイコさんのこと。だから、俺は、もう素直になりなよって言ってんの、ドレさんに。もう自分の気持ちに嘘をつくなよって。もう、アイコさんと結ばれた方が幸せになるよって思うでしょ？ドレさんも独身のままさ、さつきちゃんお疲れ。独身のままさ終わるよりもさ、愛子さんと共にさ、人生の最後にさ、初見さんいらっしゃい。あれさんは初見さんじゃないでしょ。いや、思うでしょ、パニーニさん。最後愛子さんと2人で仲睦まじく人生の最後をさ、思うでしょ。いや、だから俺は、だからキューピッドになりたいのね。ドレさんと愛子さんが幸せになってもらいたいから。最高のパートナーだと思わない？最高だよ。二人とも美男美女でさ。ねえ、一人は長嶋一茂、一人は吉高由里子。おお、チクチクキノコタンいらっしゃい、ワダツ。いらっしゃい。最近ね、ごめんね、絡めなくて、チクチクキノコタン、キツネ枠ばっかりで。いや、笑ってたって俺は本気で考えてるよ。いや、ドレさん老後どうすんのとか。いや、だから愛子さんとどうって。俺はいいと思うよって。愛子さん働き者だし、配信に理解があるし、美人だしね、チャーミングでしょって。で、ドレさんも、ドレさんとね、愛子さんもしかしたら好きかもよなんて。提起ありがとう。俺はだからね、配信会のベストカップルになる可能性があると思ってるから、ドレさんと愛子さんが結ばれたら最高だなと思ってる。いや、みんな思ってると思うよ、リスナーも。まあ、ドレさんね、女性リスナー多いからね、婦人部は怒るかもしんないよ。女性ね、ドレさん好きな女性は怒るかもしんないけど、まあ愛子さんなら仕方ないかって思うんじゃない？愛子さんなら私負けってなるでしょ。愛子さんにはかなわないっすってなるでしょ。
お似合いではあるでしょ。そうだねってね、みんな思ってるんだよ。シド&ナンシーだよ、シド&ナンシー。おお、亀尾さんはどつ、うん、いやーねえ、いやドルさんの遺産はだから愛子さんが引き継ぐんだねえ。あの最近ね花火いただいてて、先月もマンスリーランキングさ92位か、あ違う42位だ。マンスリーランキング42位なんてすごいよ、ありがたいよ。みんな相手もありがとね、みんな生活ね苦しい中俺に投げてくれて。まあお金持ちの人もねいるんだろうけど、すごくありがたいよ。みんなでね、みんなのおかげで42位になれたから、今月もよろしくね。あーそっか、シド&ナンシーは結局あれか、ナンシー死んでシドも死ぬのか、ダメか。まあでもね、音楽界のベストカップルだから伝説だよ伝説。でも俺愛子さんとドレさんなんか相性良さそうな気がするんだよな。うん、いや恋愛は何起こるか分かんないよ。マサヤさんいらっしゃい。俺はねのんちゃんがいるから、まあのんちゃんがいなかったらね、俺は愛子さんと出会ってたら俺は口説いてたと思うよ正直。あんなに美しい女性はのんちゃんの方がね美しいから俺はのりこを口説いたけど、のんちゃんがいなかったら俺は愛子さんほっとかなかったよ。のんちゃんいるよ後ろに。ねえ、このままだドレさんのお葬式を俺があげることになるんだよ100% そのポジションでしょ。絶対このままだと死ぬ時俺呼ばれるでしょ病院。はい、もしもし、ドレさんがピッピッ、ドレさん、ドレさん、ピッ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 シュピッシュピッピー、ドレさん、ドレさん嘘でしょ、ドレさん、ナースコール早、ナース早く、ドレさん、ピー、ドレさん、俺でしょ絶対、絶対俺じゃない、だって身寄りがないんだもん。だって俺1日3時間とか電話かかってくんだよ。さっきの、さっきの50分でしょ愛子さんの場合で。愛子さんなんで俺同じ長電話タイプからかかってくるんだろう。愛子さんは充電切れるからっつって50分で電話切れたけど、俺ドレさんから3時間かかってくるんだよ。プライベートでだよ、うん、いや今線抜いてない、抜いてない。ナースコール、このままだと絶対俺が喪主だよ、絶対俺が喪主になるんだよ。困るって、愛子さんにやってもらいたいもんそれ、うん、LINE 追加いいんだけど、あれだよ俺全然返信返さないし、配信外とかあのあれだよ、 LINE 全然返さないよ。あの一応放送用の通話用の LINE だからさ、まさやさん、うん、配信外でしつこい人ブロック入れちゃう、速攻ブロックだから。うん、え、だってあれだよ、昨日だって5時間ぐらい一緒にいたよ、うん、5時間いるんだよ5時間一緒にいるんだよ俺。昨日びっくりしたのが、ドレさんこの部屋入った時ただいまって言ったからね、でのんちゃんおかえりって言ったからねびっくりするだろ、お前ら何なのみたいな。ドレさんがただいまって言ってこの部屋に入ってきて、のんちゃんがおかえりって言ったからね、お前らの家じゃねえよっていう俺の家だよここっていう、うん、たまにここ座るよ、うん、いや本当にびっくりするよ、うん、いやただいまって言いやがったからねついに、
あ、ミンミンさん、ハートありがとう。なんかね、いや、彼女かよっつうか、いや、ねえ、嫌な家族だじゃなくて、なんか、すごいんだよ。だから、ドレさんには家族持ってほしいなって思ってるから、俺は愛子さんと付き合ってほしいのね。愛子さんと結ばれて幸せになってほしいって思ってる、ドレさんには。ドレさんには愛子さんしかいないって思ってるから、なんだかんだ言って愛子さんだと思ってるから、なんだかんだ言って、いやもう本当だよ、しまいには帰る時に和道靴べらはねえのかとか言いやがったかんね、靴べらなんかあるわけねえだろこの家に、靴べらはないのとか言って、なんでスニーカーなのに靴べら必要なんだよな、愛子は金持ってないから無理だろう。いや別にだってお互い配信者なんだからリスナーが花火で生活すりゃいいじゃん。乞食夫婦で。二人とも配信者なんだから花火上がるだろう。わかんないけど。いいんじゃないの。リスナーが養えば。ドレリスと愛子リスナーが。ダメ？俺はありだと思うよ。ありがとうにゃんって言ってればいいんじゃないの。プップクプーっつって、いやほーいって言ってればいいんだよ。そう、いやほーいって二人で。楽しそうじゃん。大丈夫だよ。あ、女のコメント、女性のコメントはね、そういうの書きづらいね、なんかね、ドルさんかっこいいとか書きづらいよね。まあでも大丈夫だよ。彼女ができてもね、別にね、大丈夫なのはもう、俺が証明したでしょ。雑談さえちゃんとやって、仕事をちゃんとやってたら、リスナーさんはアイテムくれるから。だから、色恋でさ、色恋っていうか、下心で花火投げるとか、もうやめない？ふわっち。なんか、ホストクラブとか、キャバクラじゃねえんだから、いや、キャバ嬢とかホストクラブはいいよ、仕事として。だけど、それネットでやるのはちげえだろうっていう。喋りで、芸人で芸でやれよっていうさ、どっかにあんのよ、俺の中で。色気を売ったら終わりだなっていうのは。なんか、色気売りにする配信者は俺は嫌いだな。まあ、しょうがねえか。雑談やってりゃいいんだよ、雑談を二人とも。もう出会い系サイトだもんね今や。なんかでもふわっちあれだね、一回キャスとかにさ、キャスとかニコ生に帰って綺麗になったね。リスナーももともとふわっちが好きだった人でさ、もともとニコ生のにわかリスナーが減っていったからさ、そんなことないよ。ねえ、キャバホストじゃねえよっていうさ、喋りとか人間的魅力でさ、こいつ面白えなって言うんだったらさ、いいかもしんないけど。いやよさん、俺そういうことやんないよ。そう、あんまり気にしてない。誘導とかないよ。いやよさん、大丈夫よ。本当に、俺はそういうのやめたっつうかやってないね。そういうのやってない。喋りたいこと喋ってんの。いいのいいの。面白かったら人は集まってくるよ。でもね、なんかそうそう、話の続きなんだけど、今のフワッチすごくいいよ。本当に純粋にフワッチ好きな人だけ残ってるから。配信者もなんか、
何や、ただただ花火欲しいっていうやつだけじゃなくて、ふわっち好きな人だ、要は拝金主義っていうの、金稼げりゃ何でもいいって思ってた人がみんなツイキャス行ったんだよ、向こうの方が儲かるって。俺でもうまくいかないと思うよ、また戻ってくると思う。だからいつ閲覧水増ししてたやつとかさ、メガホン水増しでごまかしてた、要はフェイクの配信者がいなくなってふわっちクリーンになったよ。確かに売り上げガクッと落ちると思うけどね、揉め事も減るしね、ふわっちが再評価されると思うよ。やっぱりふわっちだなって。だから運営さんにはどしっと構えてもらいたいね。ああ、モンキーさん、また来て。はい、かいらっしゃい。どしっと構えて、堂々とやってもらいたいね。もう大手配信者だからって媚び売らなくていい。ふわっちさんは正しいことやってんだから。システムに穴があるなんてさ、どこのサイトにでもあるよ。そう。だから不正したやつが悪いんだが、不正配信者はどか、ね、どんと対処すりゃいいんだよ。不正したら A 番だぐらいの覚悟でいいんだよ。俺もじゃあそろそろ寝ようかな。ごめんね、雑談やりたかったんだけどさ、雑談じゃなくて、なんか凸でごめんね。一応、配信者の凸は断らないっていうかさ、まあリスナーさんと配信者の凸は断らないっていうのが俺のスタイルだからさ。誰でも配信中だったら電話かけていいっていうスタイルでやってるから。じゃあ皆さんありがとうございました。たくさんアイテムくれてありがとう。おやすみなさい。お疲れ様でーす。ありがとう。好きでイヤホー。